ガシガシガシと顎を閉じる動くクワガタ、その名も動くクワガタを作ります。ガシガシガシ、まず折り紙をひっくり返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前を中央に折ります。折り筋をつけこの折った部分も中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。折りやすいように向きを変えます。同じように手前の端を中央に折ります。さらに折った部分も中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このようにたくさんの折り筋がついています。この折り筋が縦になるように90度回します。少しここをこのように引っ張っておいてからまた半分に折ります。今度は色のついた面を上にして手前を中央に折ります。このように白い面を出します。向こう側も中央に折ります。全体をひっくり返します。この端を中央に、この時にこのように一番端を外に出しこの折った部分中央に折り、さらにこの端を中央に折ります。こちら向こう側もこの折ってある部分持ち上げて端を外側に出してからこの部分中央に折ります。そしてこの端を中央に折ります。このような形を作ります。このようにたくさん折り筋がついているので、左から1、2、3番目、3つ目の折り筋でのところをこのように左手で押さえ、その右側をこのように開きます。そして45度このように折ります。手前もこのように開き、中をこのように45度折ります。そしてこの左の部分、このように潰し、広げ、そしてこの部分、左へ折り返します。このように前後に広げます。Tのような形を作ります。さらに、この部分、
この部分を左へ持っていくとともに、この前後にはみ出た部分も左へ持っていきます。このような形にします。こうすることでこのようにパカパカと動くようになります。全体をひっくり返します。この部分、角を折ります。一旦折ってから開き、この部分、このように折り閉じます。こちらも角をまずこのように折り、一旦開いてから中に入れ、白い三角を立て、この三角を倒します。このように止まらせます。そしてこの白いところから 1,2 本目の折り筋でこのように2つのブロックを重ねます。このように重ねます。そしてこのように折ります。こちらもこのように斜めに折ります。こうすることで段差を作ります。さらにこの端を小さく折ります。こちらも小さく折ります。これでクワガタの完成です。この下のこの白い部分を持って中に押し込めばパカッと顎が開きます。この白い部分を引くと顎が閉じます。さらにこの白い部分引っ張ってからこのように下にねじるとしっかりと閉じます。このようにしてから下にねじる、このようにしてから下にねじる。ぜひ作ってみてください。ガシガシガシ。